熊吉お兄さんの宮島学園情報局。3回目は1年生の住吉呉羽くんだ。おとぎ話のテーマは一寸法師。彼女は僕よりも同じ1年生の葵くんの方が詳しいんじゃないかな。はい、くーちゃんと私は親友ですから。ツンデレさんなところとか、口癖でニャーニャー言うところとか、すごく可愛いですよね。そうだね。金髪ツインテのロリッコと属性は完璧だし、僕やケイスケにものすごい毒舌を吐くんだけど、それがまた実に容赦なくて、聞いてるとそれが次第に快楽に、あ、見える、僕にも光が見える。あ、今滑った。あ、痛い痛いよ葵くん、刺さってる。映像でお見せできないほど鋭利なものが刺さってるよ。くーちゃんに対する横島の気を感じたのでついてで、くーちゃんの紹介の続きですけど、何事もなかったからより話を戻した。私はお兄ちゃんみたいに今年から島に来た転校生で、今は寮代わりの古い一軒家に一人暮らししてるみたいです。生活のために毎日バイトをしている頑張り屋さんで、文福茶釜っていう喫茶店であかりさんと一緒にウェイトレスをやってるんですよ。いつも可愛い制服でフロアを切り盛りしているね。あの丈の短いスカートがひらりひらりと翻るたび、彼女の島パンが見えやしないかと僕は思わず目を凝らしてしまう。もとい心配で仕方がないよ。あの熊吉さん、一つご質問が。なんだい。なんでクーちゃんのパンツがしましまだって知ってるんですか？はっ、愚問だね。それはもちろん、クレア君がどんなパンツを履いているか、常日頃パンチラを監視し続けているからに決まって。見事に針が刺さってるし、これってやっぱりクーちゃんだよね。こんな風に変態には厳しいクーちゃんですけど、本心ではきっと誰かにそばにいてほしいと思ってる普通の女の子なんです。いろいろ困ってるみたいですから、できれば力になってあげてくださいね。すまないけど体がしびれて動けないんで、早くこの針抜いてくれないかな。ちょっと放置しないで、カムバックプリーズ。プレイステーションポータブル専用ソフト、鬼ごっこポータブル、6月27日発売予定。初回限定版はこちら。欲しい人は買い逃さないように予約しなきゃね。予約すると裏シグナルがついてくる。これってあれだよね、映画で見たことある。空に影を映したらコウモリ仮面のおじさんが。え、それ以上いけない。